えー、今回ですね、今回は今、時刻が6月17日、6月17日、えー、11時45分でございます。もうちょっとで18日になりますね。はい、で、えっ、ー、と、今日の21時半か22時近くにですね、ラインアット限定で、まあ、ある特別オファーをさせていただきました。で、えっ、ー、と、もう3名限定なんですけども、お2人来てました。 で、この2名に関しては、また明日あの、メールの方をお送りしますので、今しばらくお待ちください。で、えーと、なんだ。えー、あ、そうそうそう。で、多分、まあ、決済がね、されるかどうかわかんないんで、あれですけど、決済が3名された場合、まあ、有料の商品です。で、決済が3名されたらもうページ閉じます。ただ、多分、だから、どうすかね、まあ、お問い合わせしてくれただけなんで、まあ、決済するかどうかわかんないんで、わかんないですけど、あの、 はい、すぐ終わるかもしれないです。まあ、お手寄せいただいた人が決済すればですけど。で、えっ、ー、と、一応明日流しますけども、決済がどうな、まあ、とりあえず明日流すと思います。多分、明日で終わりかな、わかんないですけど。で、興味ある、あ,あと一応お問い合わせが今2人来てると。で、この2人がもし決済したならば、あと1人ですね。はい。で、まあ、今回多分、ん、なんだ。内容は、 まあ、お対せいただいた方にしかご案内しないですけど、うん、いいと思います。はい。お値段以上吉谷でやるって言ってますので、いいと思うんで。うん。まあ、あとはですね、あの、うん、まあ、僕をどう見てるかわからないですけれども、一応ですよ。一応、一応これね、本売ってますし、一応ね、リアルの本売ってます。で、これね、多分売り切れたのかな増反ないのかななんかね、今、アマゾンでチェックすると、 なんかね出品者からのお届けになっちゃってるんですよ。だから3000部売れたのかなどうなんですかねうん。まあとりあえず、まあ、本も出版してて、あと今リアルでね、えー、商品売ってるし、えー、いろいろガチガチやってるんですけども、ただし、ただし、ご察しの通り、ご察しの通り、僕の再生数っていうね、ミジンコみたいな感じなわけですよ。<laughs> だからこのみじんこ この再生数で僕を見つけた人っていうのは、まあ、ラッキーだと思うのか、なんと思うのか。でも確率的にやばないですか。だか僕、ここの動画も100以下いか,100いかないと思うんですけど、<laughs> 多分今見てる人って、ラッキーだとは思いますよ。うん。まあ自分で言うなって話なんですけど、いや、ラッキーだと思います。だって、僕、まあまあ100歩譲ってでしょ。最近100歩譲ってって結構あるな。どういう意味なんだろう。まあいいや。 あの僕、悩み相談とかお客さんがいただきますけど、その、騙されたとかね、いっぱい来るわけですよ。僕、なんか、騙す気ありますって話して、そもそも、そもそも、そもそも、ね。てか、あと、プラスアルファ、商品売ってる人で、ここまで現場レベルでやってる人が多分いないですね。今まで商品誰かから買うとするじゃないですか。多分、買ってる人多いんですけど。 現場レベルで、現行で今もなおかつ発信しまくって、発信量、まあ、一般公開でも1万4000本ぐらい、日本でもトップ3ぐらい、カテゴリー別だとトップ3ぐらい入ってるぐらいの発信量があって、サポートも一人でがっつりやって、商品も売ってみたいな、全部一人で回す。多分、全国探しても僕だけぐらいじゃないですか。ここ自信ありますね。うん。 だから別に僕がセールスしなくても、僕が商品売らなかったとしても、誰かが売ってますし、誰かから買うのか買わないのか、本を、本をね、トマ部地さん、悪用禁止、トマ部地さんから本を買うのか、情報を買うのか、えとなんだ、アドラーから買うのか、まあアドラーさんも死んでますけどね、ニーチェから買うのか、ニーチェから買うのか、まあそれはあなた次第なんですけど、有料無料問わず、どこでもセールスはあります。本屋行ったら全部セールスされてません。 まあ言葉は言えないですけど、本はね <laughs>。値札がついてね、本屋行ったらもう値札がついてセールされてるわけじゃないですか。で、その、本は喋れないんで、本は喋れないんで、なんだキャッチコピーで、なんだ本は喋れないじゃないですか。本は喋れないんで、宇宙の法則、調和として生きる方法。うさんくせな、みたいな。宇宙の法則、調和として生きる方法、なんやねん。 やり方さえ間違わなければ、人は必ず、人は必ず、人は必ず幸福になれる。本当みたいな。うさんくせえな、みたいな。<laughs> どうすか。まあ、れないですからね、本は。僕、喋れますけど。どうすか。これ、なんかうさんくさくないですか。人は必ず幸福になれる。どうすか。必ず幸福になれると思います書いてありますけどね、これ。これ、セールスコピーですよね。大丈夫ですか。 世界21か国で訳されたベストセラー、仏教版引き寄せの法則。<laughs> まあ引き寄せの法則多分いっぱい売れだから、これちゃんもうじってんじゃないですかね。<laughs> 分かんないですけど。<laughs> ブッダブッダあブッダなんだ、弟子なんとか、鈴木なんちゃら。最も困難な時でも宇宙の約束に基づいて生きるなんちゃら。どうすか うさんく,さくないですか僕はうさんくさくないと思うんですけどね別に別に僕はねだからこれを見てる人が結局どう判断するかなんですよ僕をどう捉えるかはそれはあなたの見方次第ですよって話ですこの本をどう見るか見ないかはあなたの見方次第ですよねあなたの見方次第でここの情報が価値があるのかないのかあなたの見方次第ですうさんくせえなと思ったら この本がうさんくさいなと思ったらこの本から学ぶことはできないんです。結構大事ですけど、本当に。だから僕をうさんくさいなと思っている人は絶対僕から学べないです。だここにいいことがたとえ書いてあったとしてもこの本がうさんくさいなと思っていればこっから学ぶことは1ミリも学ぶことができないわけですよ。僕はもう何でも,何でも取り入れるんでだそういう。そういうのがないんですどう。どう吸収してやろうかなって話ですね。 どんなものに対してもどう吸収してやろうかなっていうものの見方なんでだ音楽とかもいろいろ聞きますねだ最近はあのピアノをねちょっと今そっちをあれなんですけどピアノをねちょっとピアノピアノを聞いてるんですよちょっとおっぱいがでかい手でもあるんですけどもうピアノいいっすよピアノいいっすねそうピアノを聞いてみたりとかまあ歌も聞きますけどあの演歌も聞いてみたりとかねそう演歌を聞いてみたりとか いいろんなな味があるじゃないですかヒップホップにはヒップホップの味があってレゲエにはレゲエの味があっておあのピアノにはピアノの味があって、うん、バイオリンにはバイオリンの味があってそのじゃバイオリンの音,を音色からどう感覚をね引き出せるのかっていうじゃその激しいギターロックのガのーってやってるところからどういうインスピレーションを感じ取れるのか これ大事じゃないですか。いろいろなところから感じ取れる。いろんなところから吸収できたら、自分の幹が強くならないですか。でも、ある一定のね、例えば会社だけの、会社の上司の言ってることだけしか聞かなかったら成長できますか。年収1億円になりますか。今の会社の上司の言うことだけを聞いていて、年収1億円になりますか。今の会社の上司の情報だけで年収1億円になりますか。もしなるんだったら、すげえ上司がついてますね。 自分を高めたいとか、自分をもっと大きくしたいとかであるならば、吸収するってことが大事ですね。あの、ドラゴンボール僕好きなんですけど、セルとかね、吸収したりとかね、魔人ブームも吸収できますけど、いろんな人のいいところね、みんなね、悪いところを見つけるのの天才なんですよ。もう一度言いますね。みんな悪いところを見つける人の天才なんですよ。いや、その天才になっても、自分強くならないと。っていうか、自分が成長しないよと。 人のいいところを見つけて、そこをパクるっていう。人のいいところを見つけてパクる。人のいいところを見つけてパクる。これをやったら、あの、魔人ブートがセルみたいに、どん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 強くなります。それはそうですよね。自分に持ってないものを持ってるわけですから。そうじゃないですか。うん。はい。ということで、あのー、多分あまあ、決済確定3名、先着3名なんでどうなるかわかんないですけど、一応、明日も流します。 多分明日で流して終わりの可能性が非常に高いですけど、まだ LINE アート登録してない方は、まあ見たいって方ですよ。どんなオファーやねんと。ただじゃないですからね。ただじゃないですよ。有料ですよ。うん。で、それを見たいっていう方は LINE アート登録しててください。あとはプラスアルファ、今回そのやる予定なかったんですけど、あのやる予定のやつあのもご案内します。しかも、いい価格で。お値段維持を吉谷でまた出しますので。うん。結局、お金って使うじゃないですか。 水道代、ガス代、家賃、なんやえ、飯代。じゃあ、そういうお金、固定費も含めて、いろいろな雑費、いろいろお金払うと思います。じゃあ、そのお金を払って、えー、お金は稼げますかっていう話で。別に僕に払わなくてもいいんですよ。どっ,ちどこどっかしらに払ってますよ。例えば、僕はこの、えー、なんだ、これちょっと飲みたいんですけどね。今、風呂上がりなんですけど、もう飲みた、もう飲みたてしゃあない。 ちょっと今回の動画はこれは飲まないですけど、僕唯一の楽しみなんですよ。今日一日終わったな、みたいな。もう、飲みたい。飲まない。これはちょっと真面目な話なんで。でもね、じゃあ僕、普通の人ってこれ、あの、お酒飲むじゃないですか。じゃあここにお金払いますよね。じゃあこれお金払って、ここからお金生み出せます申し上げますね。ここにお金払うじゃないですか。ここからお金生み出せますか生み出せないですよ。僕は生み出せます。なぜならば、 このお酒を飲みながらぼやくっていうシリーズ、50本か40本ぐらいあるんですけど、とかね、あとハイボール研究所みたいな。そのハイボール研究所はライブでやってたんですけど、まあライブやってて、投げ銭ありました。ハイボール研究所で投げ銭ですね。で、ハイボール研究所で酒飲みながらセールスして売れるとかね、あとはなんだ、そのお酒を飲みながらぼやくっていうのをやり始めたら、それの熱狂的なファンが出てきてで、その熱狂的なファンが塾に入るとかね、セミナー来るとか。 もうこれです。お酒飲んでなんか話してるだけなんですけど。もうお金に換えてませんうん。でも多くの人はここにお金払っても多分お金に変えられないんですよ。ね。僕はその知恵というか、そのやり方も知ってるし、あとはアドラーの、アドラーの嫌われる勇気ですかね。これもほぼマスターしてます。多分ね、僕ほぼマスターしてますよ。まあ確認で読んでるようなもんで、ただね、このアドラーの心理学に関しては、あの、20年ぐらいかかるみたいなね。 マスターするのに <laughs> だから僕も実際その15年ぐらいいろいろビジネスやってきてマスターしてるのでまあまあほんとそんぐらいかかると思いますマジでアドラの心理学マスターするのに結構時間かかると思いますよ僕も最初からこんなんじゃなかったんでビジネスでいろいろ勉強してきてもうその当時アドラの存在知らなかったですしアドラの心理学を勉強も一切してなかったんですけどただいろんな勉強する中で確立してたことが読んだらあれみたいな これ言語化ななななってるぞみみたいなすげーなみたいいすげしかも何百万何百年前じゃないですかアドラーって多分100年前以上の人なんじゃないですか多分多分アドラーって100年以上前ですよね多分どうなんだろうそれがすごいですよねあのなんだ未だに語り継がれてると、これ嫌われる勇気に関しては200万部突破したみたいななんか200万部突破記念本も出てたような気がするんですけど 激悪というか、まあ、強烈なんですけど、でもこれはもう、現代に必要な心理学だと僕は思いますけどね。よりよく、よりよく自分のライフスタイルを構築していくっていう、まさに時代の転換期ねだから、アドラの嫌われる勇気でもありましたけど、早すぎたみたいな。今って本当にこの時代で、その、今までの常識が変わってきてるわけじゃないですか。会社で働く当たり前っていう。 年功序列当たり前そういうのもなくなってきたし個人がどん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 情報発信して自分で好きなことをやって好きなようにこうお金を稼いだりとか新しいそのライフスタイルっていうのがあのアドラーの時代はなかったけども今はそれが可能になったわけですよじゃあそれを可能にする上でこのアドラーの心理学っていうのは非常にあの発信していくというところでは非常にいいんじゃないかなと思いますけどねうーん だから僕はもう負けない気がしますね。みんなこれをマスターするのにだって20年かかるわけじゃないですか。僕15年ぐらいやって、まあ勝手にマスターしてたんで。だこれからこのアドラの心理学をマスターしようと思う人は10年、20年かかるわけじゃないですか。いや、勝てるな、みたいな。<laughs> 負ける気がしないですね。うんまあその勝まあその勝ち負けじゃないですよ。勝ち負けじゃないんですけど、ビジネス、ビジネスとして捉えた場合、 えー、勝つか負けるかっていう、まあ、戦場じゃないですかビジネスっていうのは戦争だと思ってるんで,でそこに勝ち負けがあるわけじゃないですか戦争においてはうんだからアドラーの心理学は別に戦争しましょうビジネスしましょうって言ってる解いてるわけじゃないのでだから僕はビジネスやりながら、まあ、アドラーをこれ勉強したあのなんだうん習得してまあなんか勝てるなっていうまあいいやはいということでえー LINE か。LINE 登録しておいてくださいって。興味ある方はね。はい。では、終わります。この YouTube の下に入れときますから。では。